市にある稲葉山城では、後の世まで語り継がれるとある武将の大偉業が今まさに行われていた。知略によりたった16人で落とした男こそ、ここ樽井町に残る五代山城の城主、竹中半兵衛重治である。半兵衛は半年後に稲葉山城を主君である斎藤辰興に返し、自身は戦国の世を離れるかのように隠遁生活を送ることになる。そんな半兵衛のもとに仕官を求める大名の使者がたびたび訪れている。難攻不落の稲葉山城を落とした半兵衛の知略をどの大名も放ってはおかなかった。噂を聞きつけた織田信長も、かの知将を我が軍門へと誘うため羽柴秀吉を遣わした。乱世をなくすため半兵衛殿の力をお貸し願いたい。これまでどの士官も誘いを断り続けていた官兵衛であったが、秀吉の乱世をなくしたいという願いに強く惹かれ、家臣となることを決意する。わかりました。この竹中半兵衛重治、若輩者なれど今日この時をもって羽柴秀吉様にお仕えしとうございます。わしに使えると思うんすか。はい、織田信長様ではなく羽柴秀吉様にお使いしとうございます。それは願っておりゃよかったが、信長様が、よかった、なんとかしよう。半兵衛殿、いつまでもわしのそばにおってくれ。はい、よし、今から半兵衛と秀吉の出会いから年月は流れ、織田家は天下統一に突き進んでいた。そして中国地方の毛利攻略に向け、羽柴秀吉を播磨に送り込んだ。もう一人の軍師と出会うことになる。半兵衛、久しぶりじゃな。久しぶりでございます。お疲れちゃったか。久しぶりです。そうか、お主らは初めてだったな。こちら美の芸人の将、竹中半兵衛じゃ。黒田半兵衛。この半兵衛はあの稲葉山城新通路の師匠よ。そう、ま、仲良くさせてくれ。はい、例えば状況はどうなの。この播磨の武将の大半はすでに我が手により秀吉様のお味方につけてございます。ええ、それから我が居城であるこの姫路城を秀吉様にお譲りしますので、毛利攻略のため存分にお使いくだされ。何、お師匠をわしにくれるのか。いや、聞いたか。この官兵衛はわしのためにそこまで尽くしてくれるだろう。官兵衛、もう一人やるわ。それでは、いや、ちょっと拙者は父の居城に移りますので、また後ほど。わかった、また後ほど。兄上、官兵衛殿をどう思われますか。息子を人質に出すなど潔い縁もありますが、その一方
己の欲のためなら何でもする危険な輩とも言えます。わしは優秀な人物だと思ってる。ハンベ、わしはどう思う？そうですね、大変賢い方のようです。しかし若さゆえか少々自分の賢さにおごっておられる。どうでしょう、ここは一つ私に官兵衛殿を見守らせてはいただけないでしょうか。官兵衛殿、もう一回し官兵衛のことはしばらく様子を見てくれるか。まあ兄上がそう申されるならば仕方ありませんな。ハンベ、ムハラ城組のことで師匠は報告したいことがある。ハンベたちがハリマについて1ヶ月後、ハンベとカンベはハリマの西にあるムハラ城を共に攻めることとなった。そうかそうか、あらよい。では爆発やったぞ。いよいよ戦ですな。秀吉様のため何としてもこの福原城を落とさねば。していかように攻めますかな。それですが城三方から攻め、一方は退路を残し敵がそちらから逃げるのを誘いましょう。宗師兵法にいわく意思必決の法ですが異論はございませんね。亀殿、その後の播磨の様子はいかがでございましょうか。上々です。これには秀吉様も大層喜んでくださり、お褒めの言葉とともにこの書状を頂戴しました。ほう、秀吉様は素晴らしいものです。そんなお方の下で働けることは私は誇りに思います。ハンベ殿は秀吉様の下で、あ、何をなさいます。そのようなくだらぬものがあるからあなたは周りが見えなくなっておられるのだ。ハンベ殿、秀吉様からいただいたものをくだらぬものと、あなたは何か勘違いをしておられる。今のあなたは秀吉様のために戦い、秀吉様に褒めていただこうと必死だ。それでよろしいのですか。あなたは何のために戦っておられる。国元にいる家族のため、国衆のためではございませんのか。そこのところ、今一度考えてみてください。では、私の準備でございますので、これにて。拙者は
あなた言いたいことはいろいろございますが、それよりもまず一つ大事な目的ができました。天下を統一する。これで乱世を滅ぼす。なるほど、確かにこの乱世を終わらせること、それが私の夢でもあります。そのために我々軍師が働くのですよ。拙者もですか？そう、あなたもです。軍師かの夢殿。半兵衛殿、あなたという人は半兵衛殿、大丈夫ですか？何でもございません。大丈夫ではないでしょう。どこか悪いのでは？大丈夫です。流行りはまだ知れませんが、忍び物でひとまず休みましょう。かたじけない。この戦により播磨平定は順調に進んだ。しかし播磨の有力豪族である三木城城主別所の裏切りにより状況は一変する。各地の豪族たちも次々と裏切り、また織田家家臣である荒木村重の謀反によりたちまち橋場家は窮地に追い込まれた。播磨を任されていると責任を感じた官兵衛は官兵衛の生死を振り切り、単身荒木村重のこもる有岡城に説得に向かうのであった。どうかこうして、私にはもう時間がないんです。翌日官兵衛は荒木村重と接見した。その日から官兵衛は行方知れずとなった。